おはようございます。魚屋ボクサーです。はい、今日は11月23日、京都の市場では鍋祭りっていうニュースにもよう出てくるんですけど、よう出てくるっていうか毎年出てくる行事なんですけど、はい、鍋祭りって言って、あんこの鍋やったり、フグの鍋やらはったり、カニの鍋やらはったり、いろんな行事があって、マグロの解体ショーもやってはって、ちょっと市場総出で、はい、京都のお祭りみたいな感じで盛り上げてはるんですけど、はい、今日はその様子をね、ちょっと映せたらなと思います。まず最初に、僕の所属している宮古水産という場所は、あんこうのお鍋を売らはる、そのあんこうのお鍋のね、今下ごしらを、ね、あんこうの処理をしてはるんで、ちょっとその様子を映してから鍋祭りの映像を映せたらなと思います。じゃあちょっとあんこう鍋、みんなバタバタしてはるんですけど、映していきたいと思います。出ます。母さん、おはようございます。出ます。すいません、忙しい中僕サボってます。はい、あんこ、今日は鍋祭り、鍋祭りですね、年に一度の、はい、あんこ9キロ台、大きいですね、9キロあるんですか。そうです、ボックス、これ今あんこが裏返ってて、裏返して皮を、皮が下なんですね、はあ、取ってはるんですね。また大きい出刃包丁が登場してます ね、 そうですね。こういう時はやっぱり便利ですね。これ今エラ、うん、何をしてるか多分わからないと思うんで、ここにエラが、あー、おー、こんなんがいいのか、あ、お前エラや、お、こっちもあるんで、はい、両手使います、両手で、あ、綺麗に剥がれるもんなんですね、手でピーといったら、あ、上手だからですね、あ、上手だから、さすがです、ありがとうございます。まあ、いろんな気にし方、本当はね、いや、これ首の部分ですか、言うたら、ミートの境目、あ、ミート頭の境 目、そこをパンパンと こうしたら、はい、皮がめくる、おー、こうやって、こうやって、こうやって、これまた、これがミート、へぇ、フグみたいな感じなんですね。そうね、あー、いっぱい取れてるわ。で、頭取りますね。頭や。これ若干わかるんちゃうかな、みんな。あんこの。あんこ、あ、ちょうちんのとこですね。みんな絵で描くちょうちんのとこや。口やね、これは。口は危ないんで。はい。さっき見ちゃったけど。おぉ、口危ない。歯が鋭いですね。こんなんもう、刺さったら、手に刺さったらね。危ないわ、これは。ギザギザしてる。これも。はい。はい、終わり。おお、あ、終わり。これ。あとは細かくなるね。なるほど。こんな感じ。ありがとうございます。忙しい中、ありがとうございました。じゃあ今日頑張ってください。ありがとうございます。ありがとう。このこう。あんこの。こんな。まあ、これまだ切ってる方。え、そっから3メートルぐらい入ってる、それこんな感じに鋼がいっぱいあって、え、ちょっと待ってください、その紐みたいなのから、うん、ちっちゃいあんこが出てくる、いっぱい出てくる、いっぱい出てくるね、これ変なの、カエルの親戚やろな、カエルもそんなんなんすか、そうお前カエル知らんの、いや、僕カエルの鋼も知らんすけど、そんな紐みたいになってるんですか、どんな現代人、いや、今の人知らんすよ、僕今の人じゃないですけど、そうだね、そうなんですか、まあ、ちょっとカエルに近い、カエル近い、あんこはカエルの親戚ってことでいい、そういうことだよね、カオル先生はそう言うてはるけどいいんかな、先生言うてるし、
あんこはあん肝の大きさとかで価値が変わるとか聞いたことあるんですけど、やっぱり種類の価値が高いんで、種類が小さかったらやっぱりね、ああ安いですね。なるほど。これ今日は何匹ぐらいさばかはるんですか、あんこ。この9キロぐらいのサイズを、あん肝や。あん肝や。鶏があん肝です。うわあ、よかった、あん肝も売ってた。これええあん肝ちゃうんすか。ねえ、これはええやつや。でも1キロはあのね、あん、あんこ9キロに対して1キロ入ってた、うん、これはなかなかお得。1キロね、1万円以上するんでね、やっぱり内地の、うん、あ、やっぱり違いますもんね、味が。全然そうなのかな、うん、悪いけど違います。悪いけど違うとかね、そこはね、日本の誇りとして、ね、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、またまた。